日本維新の会の串田誠一でございます。本来であれば昨日の女子パシュートの金メダルの感動を総理と分かち合いたいところでございますけれども、大変問題のある法律案が提出をされておりますので、本日は厳しく指摘をしていきたいと思います。日本維新の会は中小零細企業または庶民目線で政治を行ってまいりました、また行っていきたいと思いました、思っております。その一つが企業献金の禁止でございます。また身を切る改革として昨年12月におきましては、公務員の給与の増額を唯一反対をさせていただいたわけでございます。大企業並みに公務員が給料をもらうということは、やはりこれはおかしいんではないか、参議院におきましても浅田議員が厳しく追及をさせていただいたところでございます。このような公務員全体の奉仕者の公務員が、これはそれを支えているのが中小零細企業の税金でございます。奉仕者が奉仕をされている人よりも給料が多いというのは、私はおかしいと思っているわけでございます。これを一般企業並みにすれば、消費税を増税する必要もないし、またこの高い税金を納める必要もございません。そうすれば楽に仕事をすることができる。これこそが働き方改革ではないでしょうか。ところで今回の法案は大企業目線で作られていると思います。ご存知のように日本の企業は中小企業が 99.7%、 そのうちでも5人以下の零細企業は9割ということになっています。実態は親父さん、おかみさん、そしてわずかな従業員で成り立っているわけでございます。そしてこのような中小企業、零細企業は大企業と同じようにコンスタントに仕事が来るわけではございません。時には今月は給料が少ないね、親父さん大丈夫なの、いや本当に少ないな、そうやって従業員も心配するぐらいなんです。来月はこの反動でたくさん仕事を来てくれればいいね。そして現実に仕事が来た、さあ一緒に仕事をしよう、従業員も一緒にやろう、そういう中で月単位で残業時間が制限されるということで仕事ができない、このしわ寄せは、これは零細企業の経営者が夜なべをして仕事をしなければいけないんです。どんなにその零細企業の従業員が手伝いたくても、手伝ったらばその経営者が犯罪者になって刑務所に行かなきゃいけなくなる、こんな法律は私は大変おかしいと思います。零細企業の経営者は楽して給料をもらっているわけじゃないんです。自分の給料を削ってでも従業員の給料を払う、場合には自分の給料がなくても給料を払う、もっとひどい時にはカードローンをしてでも従業員に給料を払っているんです。昨日中央公聴会で遺族、過労死の、世話人の寺西さんがお見えになられてお話をしていただきました。その寺西さんに質問させていただいたのも私なんです。なんかこう逆行しているような、そういうように思われてしまうかもしれませんが、寺西さんは今この過労死が起きないような防止活動を大変されていて、企業にこの貢献されているわけでございます。しかし過労死は従業員だけじゃないんです。自営者も自殺しているんです。今2万人ぐらいが1年間で日本では自殺をしています。その中で自営者、そしてそれを家族の従事者も1500人も自殺をしているんです。もちろんいろんな事情があるかと思います。しかし経営に行き詰まって自殺をしている人もたくさんいらっしゃるんです。じゃあ仕事を減らすことができるかといったらば、これは慣らして従業員に給料を払っているわけですから、いっぱい来た仕事を減らすこともできない。ましてや設備投資を進めてきたのは政府じゃないですか。ローンを組んで、そして設備を整えていて、そして今度は従業員の働きたいと思っても制限をして、そして結局働かなきゃいけないのは親父さんやおかみさんなんですよ。こんな零細企業を追い詰める法案、私はそう思うんですが、加藤大臣いかがでございましょうか。加藤厚生労働大臣。
今委員ご指摘のように平成28年の自殺者数、これを見ますと職業別に見ると自営業家族従事者の自殺者数は1538人と、全体の 7% を占めているわけであります。時間外労働の上限規制によって働く方の健康を守っていくということは当然やっていかなきゃいけませんが、そのことが結果として管理者職や経営者にしわ寄せにいってしまう、そしてこうした方々の負担が過重になる、このことは望ましくないというふうに思います。特に中小企業では、今大企業に比べて大変人材の確保が大変難しい状況になっています。それからまた発注企業からもですね、もう急にの納期をしてくれとかですね、この仕様を変えてくれとか、さまざまな要望があり、それが長時間労働になりがちであり、そうした人手になっておりますから、私どもとしては人手不足の解消や、長時間労働につながるような商慣行の見直しといった課題を、解決していく必要があるというふうに考えております。そうした中で私どもとのみならず中小企業庁にもご協力をいただきまして、中小企業の経営者や有識者の方々からも商慣行上の問題も含めた課題についていろいろお話を聞かせていただきました。そしてこれを踏まえて相談体制の強化、また生産性向上に取り組む企業への助成金等の支援策を講じることにもしております。今後とも中小小規模事業者、まさに日本の雇用の7割はこういう方々が支えているわけでありますから、そうした現場のご意見をしっかりお聞きをさせていただきながら、労使双方にメリットのある形でですね、改革が進むよう一つ一つ丁寧に対応していきたいと思います。串田君。このパネルは新聞配達の例でございます。新聞配達の業界が決して悪いということではなくて、むしろ奨学金を提供して学生たちに学校に行かせるという大変社会貢献をしている事業でございますので、その点は最初に前置きをしておきたいと思いますが、この新聞配達の例を見ていただきますと、 A 君と B 君がいるわけです。で、 A 君は一生懸命走って、そして自転車も一生懸命漕いで新聞を配達をしております。これは早く配達をし終われば学校に早く着くことができる、友達と話をして準備をすることもできる、そうやって A 君は一生懸命配るわけでございます。大変評判もいいんです。朝早くサラリーマンが出ようとするときにすでに新聞が到達をしている。一方 B 君はこれゆっくりと新聞を配っております。走るわけでもないし、自転車を一生懸命混むわけでもない。ですから時間内に終わることもあれば時間外を超えることもあるんです。で、 B 君はあまり評判がよくありません。新聞がまだ届かない、そういう苦情もいっぱい配達のところにかかってくるわけです。ところが給料をもらうときには B 君の方がこれは多いんです。残業代が入るわけですよね。だけど A 君はそれでも構わないんです。自分が早く学校に行ければ B 君がいくら自分よりも給料を多くもらったとしても A 君はそれは問題ないんです。問題はこの残業時間を減らすというときにどういうことが起きるかということなんです。 B 君に対してもっと早く配ってくださいと言っても僕はもう無理だよ、こう言われればこれはしょうがないんです。そこで B 君の残業時間を減らすためには A 君が一生懸命走ってこの時間内にまだ空いているこの時間に B 君の残業時間を当てはめるしかないんです。これがこの残業時間を規制する実態なんですよ。これ普通の企業でも同じなんです。仕事を2倍かかる人と1、それよりもずっと早く終わる人、これをちょん切ってしまえばパイは一緒ですから、これを仕事を終わらせようとするならば優秀な人に仕事がこう行ってしまう、そういう状況になってしまうんです。さらには A と B と C とか D とか全部がこれ仕事ができなくなったらどこに行くかっていうと、これは課長以上の管理職に行くんですよ。ご存知のように管理職は残業時間もない、そして残業代も払ってもらえない、手当もわずかです。よく聞くのは管理職になって手取りが少なくなった、これも常識ですよ。あるアンケート調査では管理職にならないというのが20代30代では 50% なんだそうです。女性は 80% が管理職にはならないということなんですよ。この法案は優秀な人を潰す法案である、中小零細企業の経営者を追い詰める法案である、そしてこの国から出世をしたくない人間を育て上げる法案ではないですか。どこが人づくり改革なんでしょうか。総理にお尋ねをいたします。安倍内閣総理大臣。
中小企業、や あるいは小規模事業者の経営者の方々の指摘はですね、我々、自民党にもですね、多く寄せられているところでございまして、我々も承知をしております。中小小規模事業者の皆さんは深刻なですね、人手不足に直面しています。また、発注企業から短納期要請や顧客からの要求などに応えようとして長時間労働になりがちであります。今般サブロク協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働の限度を設ける際には、中小小規模事業者の皆さんには十分な配慮をしなければならないと考えています。このため全国47都道府県に働き方改革推進支援センターを設置をし、そして中小企業小規模事業者の個別相談に当たることとしまして、労働基準監督署にもですね、中小企業小規模事業者の相談に対応する特別チームを編成することとしました。またキャリアアップ助成金を拡充して人手確保を支援するとともに、生産性向上に資する機器の導入支援などを実施することとしています。さらに下請けの取引条件を、これ大変大切だと思っているんですが、改善するために下請け G 面の体制を増強して継続的に取引実態の把握を行っていく、また主要産業界ごとに自主行動計画を策定していただき取り組みを徹底するなどですね、商習慣商慣行のですね、見直しや取引条件の適正化を一層強力に推進していく考えであります。このような総合的な取り組みを通じ、長時間労働の是正に努力する中小小規模事業者の皆さんを政府として全力で支えてまいりたいと、このように考えております。串田君。法律は厳しくなればなるほど、それをどうやって、抜けていくかということも気をつけなければならないと思います。トップが新入社員のところにやってきて、うちは絶対に違法な残業は行わないからやるなよ、こうやってトップが帰っていくんです。そしてその後に管理職がいいか、トップの言った意味はわかるよな、こう言って帰っていくんですよ。そうすると新しい社員たちは6時になってタイムカードを押して延々とサービス残業を続けていく、これは十分予想できることだと思います。そしてもう一つですね、管理職は残業時間や残業代がかからない、そこで企業が考えるのは名ばかり管理職なんですよ。そこで加藤大臣にお聞きしたいのは、このようなサービス残業や名ばかり管理職、どうやって見抜くんでしょうか。加藤厚生労働大臣。まずサービス産業についてはですね、いずれにしてもそれぞれどれだけ働いたかということを賃金台帳に書くことになってますから、それぞれ監督指導しながらですね、その賃金台帳に書かれた実態とその方の例えば、タイムカードの時間とかですね、あるいはそういったものをしっかり把握をしていくことで、そうしたサービス産業をですね、是正させていく、そういった取り組みをさせていただいているところでございます。それから名ばかり管理職のお話がありました。ここなかなか認定非常に難しいんだろうと思いますけれども、少なくとも管理職としての権限が全くない中でですね、単にこう名刺は課長だけど実態はそうでないということになればですね、それはそれとして是正をしていく必要があるのではないかと思います。岸田君。今お答えいただきましたけれども、実態がないというのをどうやって見抜くのかということなんですよ。労働基準監督署が会社に行って、あなた実態がありますかないですかっていうのを聞いてですね、ありませんって答える従業員はいないと思いますね。でそういったようなところをですね、表面的ではなくてしっかりと、監督をしていかなければすぐにこれは脱法されていくのではないかと思います。そしてもう一つですね、今回の法案は残業時間の計算は非常に複雑ですよ。平均値を出したり、あるいは全体的な1年間の計算をしたり、これどうやって計算をするかってことなんです。大企業であればこれはデジタル的なタイムカードで 一目瞭然でこれはパソコンに出てくると思いますよ。だけど中小零細企業、どうやって個々の人たちの残業を日々これは管理していくのか、誰がやるのかということです。これの設備投資というのも本当に半端ではないと思うんですが、この点について、加藤大臣、どのようにお考えでしょうか。加藤厚生労働大臣。
今の新たな罰則付き上限規制に対応するため、例えばサブロック協定で定める時間数を引き下げた中小企業には、必要経費の助成を行うような助成制度をさせていただいておりますので、そういった制度と、先ほど総理からご説明させていただきましたけれども、例えば働き方改革推進支援センターを設置し、そこでの個別相談とかですね、あるいは労働基準監督署においても、むしろ中小企業、小規模事業者の相談にも特化したようなチームを作ってですね、そうした相談に対応していく、そうしたさまざまな総合的な取り組みを通じてですね、中小企業の皆さんをしっかりと支えていきたいと思います。藤田君、先ほど、家族会の寺西さんへのご質問をさせていただいたというお話をしましたが、私は長時間による過労死というのは絶対に起こしてはいけないということにはこれは賛成なんです。ただし企業というのはたくさんある、働き方というのもたくさんあるんです。企業もいろいろと場合分けをすることができると思うんです。大企業に関してのその労基制と、そして零細企業の労基制というのはこれやっぱり違うんじゃないか。親父さん、おかみさんが大好きで従業員として家族同然で働いている人たちというのもいるんですよ。そして残業代を当てにしている従業員もたくさんいるんです。働きたくてもそれを止めるというような法案を、これ大企業と零細企業というのはやはりこれは分けていかなければならないと思うんです。パシュートにおきましても大企業、中小企業、零細企業、これ走っていっても最後の3人目がゴールしないと点数にならないんですよ。ぜひね、大企業だけをこれを当てにした法律にしないで、ぜひ零細企業も検討しながら法案を作っていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。